まあ、基本まだ日本のアニメーションは 2D が主流なんですよね。だからその逆にその 2D でしかできないことを割と追求しているアニメもあれば、まあ、今回のこのポケモンのアニメみたいにやっとその 3D でアニメーションを作ることが割と日本でもこう軌道に乗ってきたんですよね。アメリカのアニメ、まあ、ファンっていうか見る人はどちらかというとこうお話ストーリーを見に行くような形 で日本のアニメの好きな人はキャラクターだとか世界観だとかストーリー以外にもすごく深くこの内容を知ろうと思うところが、まあ、違いかなと思っています。見てます。たけしのところの笑い方とか何かとおおとかいろんな声が出たりするのがちょっと日本よりはアメリカの方がお客さんの方がリアクションが大きいなっていうのは、まあ、何回かのアメリカで見たんですけども、それが一番強い印象です。なんか反応も大きいし、あとその反応がうねりみたいになってその劇場全体のこうライブ感っていうかそんな感じが出てるのがすごいいいなと思いました。映画作ってその見るだけじゃなくてその見てもらうことで完成するみたいなそういうのがあってとても作ってよかったと思いました。その時人生の半分以上アニメを作っているので特にアニメでどうとかもなくてほぼほぼその自分の生活の中に溶け込んでいるのでアニメと一緒に生きてきたので逆になんか、ね、自分の中ではなんかアニメーションがそんなに特別なものではなくて本当に一緒に生きている上でのもう空気のような水のような何かそれがもうないと生きていけないようなものなのかもしれないなとは思っています。アニメーションこうやってて面白いなと思うのはやればやるほどそのいろんなことがその試せたりとかこう入ってるからその芸術であその絵だったりとか音楽であったりとかお話文学だったりとかでしかもそのゼロから完全なイマジネーションの世界で作れたりするから自分次第でいくらでもできるっていうところはなんか他の職業を選んでいてもあるのかもしれないけど結果良かったなと思って